熊の駆除要請は原則拒否。北海道の異常処罰に猟友会がちぎれです。北海道猟友会が自治体からの熊駆除要請について原則応じないよう検討していると報じられ、要請への批判が広がっています。ことの発端はあるハンターが市の要請を受けてヒグマを駆除したのに、地元公安委員会から猟銃所持許可の取り消し処分を受けたこと。駆除現場では市職員と警察官から発砲許可を得ており、ヒグマの後ろには弾丸を受け止める土手があるなど安全が確保されていました。ところが今年10月に第二審の札幌高裁はこの処分を認める判決を下したんです。その判決内容は端的に言うと、後ろに土手があっても銃弾がどこに飛ぶかわからないから発砲は危険だったという不可解なものでした。これに地元ハンターたちからはもう発砲できないと不安がる声が上がっており、北海道では市街地にクマが出没しても放置される懸念すら持ち上がっています。しかし一体なぜ北海道公安と札幌高裁はハンターを苦しめるような異常すぎる処罰を下したんでしょうか。今回は公安と高裁の理不尽処罰と猟友会の駆除拒否検討について解説していきます。それでは行ってみましょう。北海道猟友会が自治体からのヒグマの駆除要請に原則応じないよう全71支部に通知する方向で最終調整している。11月14日、北海道新聞は独自報道としてこう報じました。背景にあるのは警察と公安委員会の理不尽すぎる処罰。2018年8月、北海道砂川市の郊外にヒグマが出没したため、市からの要請を受けてあるハンターが自治体職員と現場警察官の許可を受けた上でヒグマを駆除しました。その時は何事もなく終わったんですが、なんとその2ヶ月後、このハンターは鳥獣保護法と銃刀法違反で容疑者として捜査を受けることになったんです。彼は携帯電話の通信記録なども調査された上、自宅にあったライフルなどの猟銃4丁も押収されてしまいました。ただし、この事件は検察が不起訴処分としたため刑事事件としては一旦終結となります。ところが今度はなんと、北海道の公安委員会が猟銃所持許可の取り消しを決定。警察も猟銃の差し押さえを続けたんです。なぜ許可を得てヒグマを駆除しただけでこんな目に遭わなくてはならないのか、理不尽すぎませんか。もちろんハンター側は所持許可取り消し処分の撤回を求めたんですが、この請求を公安側は却下。そして2020年5月、ハンターは再び処分撤回を求めて裁判で争うことになったんです。今回札幌高裁で判決が出たのもこの公安委員会とハンターとの裁判になります。訴えたハンターは北海道猟友会砂川支部の支部長池上春夫さん。池上さんは狩猟歴38年の超ベテランで、2018年の事件後も砂川市から鳥獣被害対策実施委員に任命されるほど信頼を集めている方です。そんな池上さんも問題の駆除現場に赴いた際、実は撃たない方がいいと提案していました。現場にいたヒグマは体長80センチメートルほどの子グマだったため、近くに母グマがいるはずだからすぐに立ち去るだろうと考えたんです。ベテランの判断ってやつですね。ところが市の農政課職員は発砲による駆除を要請し、周辺住民も不安を訴えたため池上さんも発砲を決意しました。警察と協力して周辺住民に自宅待機を指示した後、池上さんは駆除に向かいました。現場周辺には民家があったものの住宅街というほどではなく、実際駆除現場となったのも高さ8メートルほどになる土手の脇。この土手がバックストップとして弾丸が外れたり熊を貫通したりした場合に弾丸を受け止める役割を果たします。池上さんが熊を発見した時、その距離わずか16メートル。しかも驚いたのか熊は土手を背に立ち上がり、こちらに向かってきました。その瞬間池上さんは引き金を引き、見事一発で熊を倒したんです。その後同行していた協力者の男性が至近距離からとどめを刺して駆除は無事に終わりました。これほど危険なヒグマ駆除が怪我人を出さずに終われたのも池上さんの経験がなせる技でしょう。この時現場に立ち会っていた職員や警察官も発砲行為に対して何の問題も指摘しなかったそうです。ところが前述の通り、駆除から2ヶ月後に池上さんはいきなり銃刀法違反の容疑者になってしまいます。地元の砂川署は玉止めになった高さ8メートルの土手をなぜか無視。土手の後ろに民家があったため、駆除現場の平面図だけを根拠に建物に向かって発砲したと刑事事件として捜査を始めたんです。しかもこの事件が検察から不起訴処分、要は違法性がないことが明らかだから裁判すらしないとなった後も、警察は押収した猟銃の返還を拒否。さらに警察の働きかけによって地元公安委員会は猟銃所持許可の取り消しを決めたんです。もうめちゃくちゃすぎですよね。
事実、そう思ったのは第一審の札幌地裁も同様でした。判決では玉止めの存在やヒグマとの距離が近かったことを列挙した上で、処分の取り消しはもはや社会通念に照らし著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱、乱用したものと言わざるを得ない。本件処分は違法であって取り消しを免れない。と断じたんです。池上さんの主張は全面的に認められ、地元公安委員会には処分の撤回が命じられました。一審は完全勝訴に終わったんですね。当時地元ハンターたちは警察の胸三寸で容疑者にされるなら誰も撃てないと語り、この判決を歓迎していました。しかしこの直後、被告の北海道公安委員会は判決を不服として控訴。そして2024年10月18日第二審の札幌高裁は池上さんに全面敗訴の逆転判決を言い渡したんです。これは誰にとっても予想外のものでした。実は裁判が始まった当初から池上氏は現場を見てほしいと語っており、第一審の札幌地裁は実際に異例の現場検証に乗り出していました。裁判が始まって5ヶ月後の2020年10月には裁判長自らビデオカメラを持って現場の状況を確認。判決が出る直前の2021年10月には駆除に立ち会った市職員や警察官の証人尋問が行われ、発砲に問題がなかったことが再確認されています。さらに驚くべきことに、裁判中には池上さんを捜査した砂川署が市職員や警察官の供述調書を作成していなかったことも明らかになったんです。つまり警察側は都合の悪い証言を調書、証拠として残そうとしていなかった事実が明らかになったんですね。こうした数々の証拠から第一審は池上さんの勝訴に終わったわけですが、第二審の札幌高裁が2023年9月に再び現場検証を行うと、だんだん話が変わってきます。裁判官らは改めて現場にあった土手の高低差などを確認し、ヒグマや発射場所の位置確認を行いました。検証に同行した池上さんは、これで車線がより明確になったのでは、と二審での勝訴に期待を寄せたそうです。ところがその期待は完全に裏切られます。現場検証が行われたのに、高裁判決は池上さんの完全敗訴。さらに法廷中が唖然とする中、裁判長はこう言い出したんです。被告訴人が本件発射行為により発射した弾丸は本件ヒグマを貫通し、強量者が所持していた猟銃の銃傷に当たって貫通した。つまり池上さんの撃った弾丸がヒグマを貫通した後、バックストップの土手で中断して現場に同行していた強量者の猟銃にぶつかったと言い出したんです。この理論に基づいて札幌高裁は池上さんの発砲を適切安全ではなかったと結論付け、猟銃所持許可の取り消しを適法と認めました。しかしこれはあまりにもおかしな話。実は砂川署による捜査が始まった当初から強量者の男性はこの長断説を主張していました。駆除後に強量者の猟銃が破損していたため、これが池上さんの弾丸が跳ね返ったものではないかと言われていたんです。ただ猟銃が破損したのは事実なのですが、それが長弾によるものかは分かっていません。熊を貫通した後に猟銃に命中したのなら、弾痕から熊の DNA や体液などが見つかっても良いものですが、そういった証拠は一切ないのです。また被害が本当なら警察は事件の証拠として強量者の猟銃も押収するはずですが、実際には破損した猟銃は保管されずに返却されています。さらに奇妙なことに、強量者本人も2020年時点でメディアの取材に対して、警察からあなたの件ではやらないと言われました、時間もかかるしたまま見つからないからってと語っているんです。つまり4年前の時点で警察は長男の件では捜査しない、刑事事件として取り上げないと決定していたということ。それなのに今さら長男説で所持許可取り消しを追認するなんて、あまりにもおかしい話ですよね。なお強量者によると、警察からは破損した猟銃をマスコミなどの第三者に見せないように念押しされたそうです。この指示が出された理由は不明ですが、もしかしたら警察も長男説で立件しても有罪にできない、だったら最初からなかったことにしようと考えていたのかもしれません。事実この長断説については一審判決で全否定されています。というのも証拠が一切見つかっていない上に、強量者の男性による証言も不自然極まりないから。この男性は一審で公安側の証人として出廷しているんですが、判決文ではその証言内容には疑問を差し挟むべき不自然な点が多々見られるものと言わざるを得ないと断じられています。男性は猟銃の銃傷が池上さんの長弾で破損したと主張しているんですが、証言によると当たった時点ではそのことに気づかなかったそうなんです。しかも駆除現場で男性は銃傷が太ももの前あたりになるように猟銃を持っていたとのこと。銃傷が壊れるくらい長弾には威力があったはずなのに気づかないっておかしな話ですよね。
さらに言うとこの時の駆除で男性は池上さんに続いて発砲し、ヒグマにとどめを刺しています。当然発砲の際に破損したはずの重傷も肩などに接しているはずですが、それでも男性は破損に気づかなかったんです。これでは札幌地裁が不自然な点が多々見られると判断したのも当然ですよね。それにそもそも公安が池上さんの猟銃所持許可を取り消した根拠は、建物に向かって撃ったというもの。強猟者の猟銃が長弾で傷ついたとかは、それが事実であろうとなかろうと、許可取り消しには一切関係ないんです。事実、池上さんの訴訟代理人を務める中村則明弁護士によると、当の公安から漂流者の主張と所持許可取り消し処分とは無関係と明言されていたそう。池上さんはもちろん、公安も警察も長弾説は関係ないとしているんです。この点は池上さんが勝訴した一審判決でも強調されています。そもそも本件処分の理由は、弾丸の到達する恐れのある建物に向かって猟銃を発砲したものであって、強猟者の所持していた猟銃の重傷を破損させたとか、強猟者に向かって猟銃を発砲したということは処分の理由として一切挙げられていない。したがって強猟者の上記証言の内容は本件処分の適否を左右するものではない。一審判決では強猟者の証言は不自然であり、仮に事実であっても処分の理由にはならないとしているんです。それなのに第二審の札幌高裁は、地裁も公安警察も無関係とした長弾説をなぜか再び持ち出して、池上さんの逆転敗訴としました。これはあまりに異常な判決です。それどころか札幌高裁は長弾説にやたらとこだわっていて、判決文ではこのように語っています。本件発射行為による弾丸が本件ヒグマに命中したとしても、その後弾道が変化するなどして本件周辺建物5件、特に本件一般住宅に到達する恐れがあったものと認めるのが相当である。本件斜面及び本件指導場には強猟者、警察官及び職員がおり、弾丸の長飛の一般的様相は極めて複雑で、長弾は飛んでいく方向が分からず複数回起こり得ること等を鑑みると、本件発射行為は同人らの生命、身体も危険にさらしたというべきである。要するに、池上さんは5件の建物と3人の命を危険にさらした。なぜなら銃弾は何回も長弾するもので、土手があってもどこに命中するか分からないから、ということ。いや、発射方向には土手があったのに長弾するって無理やりすぎますよね。池上さんも記者会見で、考えられない、わけがわからない、理解を超越した話だと、その驚きと戸惑いを語りました。同席した中村弁護士も、長弾するかもしれないというならバックストップに向かって撃ってよいとも言えなくなる、ハンターは誰も発砲できなくなってしまいます、と判決を強く批判しています。この判決を受けて北海道猟友会の堀江敦史会長も、なんだそれと驚きを隠せませんでした。長弾説には驚きました。周りではもう発砲できないよねという話になってます。我々は弾を遮る樹木の多い森林でも十分に配慮して猟をやっていますよ。それが後になって気役さに長弾する可能性があったと言われて銃を取り上げられるなら何もできません。高裁判決は、発射方向に弾止めがあっても複数回長弾したら危険だというものだったので、現場からこういった声が上がるのも当然でしょう。弾止めがあっても、自治体や警察からの駆除要請があったとしても、撃てば処罰されてしまう。これでは誰も街中に入り込んだ野生動物の駆除に応じようとは思いません。堀江会長も、撃てないということは、クマが出て困っている地域の人たちを前に見て見ぬふりをしなくてはならないということ、人間として非常に辛いことです。と語っています。ただ、北海道猟友会としては今後も駆除要請には応じる方針とのこと。冒頭で北海道新聞による、駆除要請拒否を検討しているという報道に触れましたが、北海道猟友会は堀江会長のコメントとして、本会では従来から行っている市町村からのヒグマの駆除要請については誠実に対処することとしており、現時点でその方針に変わりないと公式サイトで発表しています。とはいえ、ヒグマの駆除はあくまでボランティアであって義務ではないため、2024年5月には北海道の内江町でも地元猟友会が駆除を辞退する出来事もありました。これは自治体が提示した日当がわずか8,500円、発砲した場合でも13,000円とあまりにも低すぎることが原因。北海道猟友会が従来の方針を維持しても、現場のハンターたちが駆除を辞退しないとも限りません。池上さんは判決後に上告していますが、このまま札幌高裁の異常判決が認められてしまえば、駆除に協力するハンターはいなくなるでしょう。今回の判決にはネットからも批判の声が多数寄せられました。役所から撃ってくださいと言われ、現場には警察官もいたのに後出しじゃんけんで許可取り消しって意味不明。公安のつまらん意地とプライドで熊被害を放置するつもりなのか。熊の体に当たって長弾するかもしれないって、そんなん言ったらどこでも撃てないじゃん。
銃を撃った時点で危険行為ってことになる。許可取り消しが妥当なら現場にいた警察官と市職員は何なんだ。危険行為を見逃した理由で署長とか市長も責任を取るべき。どうして漁師だけが責任を問われるのか。じゃあ公安と裁判官が責任取ってヒグマを駆除してください。銃を使ったら長弾云々で処罰しましょう。いかがでしたか。当チャンネルの感想ですが、今回の判決はあまりに異常すぎて国民を危険にさらしたいのかと疑ってしまうほどでした。2023年度、熊に襲われた人は全国で219人と過去最悪を記録しており、北海道だけでも過去最多となる1422頭の熊が駆除されています。日本の熊被害が増すばかりの状況なのに、これまで住民の命を守ってきてくれたハンターを理不尽に処罰してしまったわけです。警察や自衛隊が担当すれば良いという意見もありますが、クマ駆除には専門的な知識と長い経験が必要で、簡単に行えるものではありません。北海道公安が自ら池上さんへの処分を撤回しない限り、今後の日本はヒグマ無法地帯になってしまうかもしれません。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。